日々思うことを語る昨日と今日の一言今日はとてもとても久しぶりに一門の集まり第一回という集まりを開催しました、えー、私どもに普段から来ているお弟子さんたちそれから、えー、今はお休みしている方もうご高齢でお稽古には来られなくなった方々 地方在住の方々そうしたうちに関わる第一の一門の方々が久々に一堂に会して一緒にお食事をしました今回の会は2020年に私が頂戴した日本芸術院賞そして四十褒章この二つのご報告とお礼を兼ねた会でしたその会で この2020年から今年に至るまでの活動報告というのをさせていただいたんですけれどもでいましたいや久しぶりに、えー、お目にかかる方いつもお目にかかる方、えー、お弟子さんたちに皆さんといろいろお話ができて非常に和やかで楽しい催し、えー、集まり ができてとても良かったと思っていますではまた